はい、ではちょっと続きをやっていきますが、無残にも死んじゃったので、ね、これ、オンにしようかな、と思います。うん。多分最大 HP が100上昇しだから、それだけでも相当楽になるんじゃないかなと。なるほど。じゃ、ちょっと一回、キャンプしよう。なんかちょっとやっぱり難しい。私には、アクション下手下手な私には。あ、料理もできんのかな？なんか、お、できてきた。もう一回セーブして。とりあえずね、話の先を知りたいからね。行ってきまーす。ここはさ、多分、こっちからだったっけ？ちょっと忘れちゃった部分もあるんですけど、あ、登れんだ。登れんじゃん。行くか。ね、スキルで、ムーメランで、こう。はい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 。おー、結構いたね。で、攻撃。で、こいつに2回できればね、最高なんだけど。はい！はい！あ、できた！よかったー！痛い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 ！で、じゃあ攻撃。スキル。スキルはなんか大したことないんだよね。ぶん投げる。ぶん投げてどうにかなるのかって話だもんね。あ、でも、効果があるのか。ぶん投げてみるか。はい、はい、はい。出た。はい、結構さ、緊張感ありますよね。ここ下がれんだっけ？下がれないんだっけ？あ、下がれた。あ、いける。A を押さなきゃいけない。いくよ。あ、こいつが、じゃあ、今誰なの？第一。あ、ムーメラン。攻撃が、これなんだ。じゃあ、攻撃してみよっか。はい！はい！あ、ダメだ！一回しかできないんだよな。スキル、いや、攻撃で、こいつ。はい！はい！痛い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 。あ、ダメだったのか。痛い。もうでもこいつにするのは意味ないけど、スキル。周囲の、癒ししとく？これ使ってみようか。あ、でもこれもったいないか。じゃあ攻撃でこいつにするか。はい、はい。だいぶ楽だね、その HP があるだけ。ムーメラン。はい、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 はい。おぉ、100点。痛い。痛い。あ、これは、
なるほど。これやっとこうか。はい、はい。スキル、これやっとこうか。あんま意味ないかな。あ、1だ。じゃ、いいや。い、はい、はい。エビ。そうだね。だいぶ楽だね。この HP が高いだけでも。あ、あっち行けた？行けそうだったね。いけるいける。あ、で、そっか、降りていけたんだって。あそこはどうやって行くんだっけ？こうか。うん、そうだそうだ。ここ押して、で、ここになんかさ、4体、そう、こいつに負けたんだよね、こいつらに。くっそー。で、戻り。やってやるよ。はい、じゃあこの。え、私もしかして、あ、スキル使えないのか、ムーメラン。使えないんじゃん。じゃあさ、あー、こいつあれか。こいつに何としても2回当てる。はい。あー、1回しか当たらない。くっそー。はい、はい。あー、やっと2回当たった。これでさ、攻撃めっちゃ食らうんだよね。4体いるから。痛い、痛いよ。やめろ。ここ、回復だな。そしたらな、この子もう攻撃しかないもんね。いくよ。はい、はい。あ、よかった。はい、はい。痛い。全然。はい。全然ダメ。スキルで親つなげ。味方一人か。一番弱ってるからこの子でいっか。はい。はい、はい。痛い。全然ダメ。はい。これ全然ダメじゃん。コンボができるのか。スキルで、癒しの光で自分。あんまり癒されないなぁ。じゃあ、スキルで、ムーメラン。ドイツだ。まあ、こっちでいいか。行けよ、行け。はい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 。あー、ダメか。いまいちだな。はい。はい。全然さ、ガードができないのよ。はい。はい。これ今1回しか当たってないよね、多分。はい、はい。あ、ガードできた。はい、ガードできない。癒しで。いや、いっか、癒ししないで、攻撃するか。はい、はい。今出てもね、っていうね。はい、はい。なんでこいつ逃げんだよ。うっそ。
攻撃。こいつかな、まだな。はい、はい。おー、やった。攻撃して MP を貯めとくか。はい、はい。攻撃。はい、はい、ちょっと、あれだ、タイミングが違うんだ。だからやれたりやれなかったりするんだ。あ、レベルアップした。レベルアップの画面初めて見た。どういうこと、どういうこと。あ、強化したい能力？ナノポイントってなんだ。あ、MP のことか。どれだろう。でも HP はあれで100プラスになったもんな。防御とかも欲しいけど。ぶっちゃけこの子ムーメラン強いからな。道したところであれか。まあ、これかな。納金でいくか。この子ね。この子がいまいちちょっと使い勝手が良くないんだよな。まあ、これでいくか。納金で。魔法攻撃ってのもあるんだ。この子魔法なんか打てたっけ？あ、投げるやつ魔法なのかな？いや、違ったよな、確か。もう、物理でいいや。やったー。シャシャ。回復はしてないね、そんなに。スキルでちょっと回復しといて。で、あとは、普通の攻撃をね、してもらうしかないね。これ押す。今度は何が？あ、ここに穴が開くんだ。あー、で、あのレバーを引けるようになるんだ。なるほど。じゃあ行こう。はい。戦闘がな、面白くなってくれば面白いんだろうけどな。まだ全然下手だし、慣れないから。次はあそこ行くのね。あそこ行くんだ。どうやって行くんだ。あそこはどうやって行くんだろう。ここじゃない？戻ってきただけだね。こっちか。あ、入れた。動力かな？動力だ。一個動力が加わったから、二つ石持ってるもんね。なんか、色を混ぜたら、どうにかなりますよ、みたいなこと言ったもんね。はい、帰れた。ちょっとさ、一回それやってみよう。ここに、緑の印を入れる。そしたらまた違う、ところに行けるんだ。へぇー。回復して。料理を作れるかな？あ、作れる作れる。これも欲しいけど、これ何個持ってんだろう。所持数2か。これでいいか。はい。休む。はい。このエメラルドグリーンのところに。おお、なんだ、ここは。しかな？上はいけないし、上はいけないね。宝箱がある。シルバーブレード。これ剣か？
あー、これも動力源だ。え、違う。どういうこと？あ、武器を見てみればよかった。この子だね、今ね。ムーメラン行こう、ムーメラン。はい。はい。はい。あー、ダメだ。あー、下手くそめー。下手くそめー。ぶん投げ。ぶん投げってなんか意味あんのかな？一応効果はつくんだな。これ自分投げとくか。はい。何ない気がするんだけどな。強い。強い。あ、今邪魔だみたいな感じになってたから、なんかあるのかな。スキル。こいつのさ、これもわかんないんだよね。で、癒しの光やっぱ使いたいから、攻撃するか。こいつでいいか。はい！はい！あ、2回できた。やっと。爆発するなー！痛い！すごい痛い。もう一回スキル打っとこうか。ムーメラン。待って、その前にこれをもらって、ムーメラン。はい。はい。はい。あれ？なんかあんまり行かなくなっちゃったな。今誰？これ誰？あ、この子か。これでいっか。はい。はい。よし。いや、癒しの光打ちたいから、やっぱり。いや、これで。はい、はい。あ、一番上がついた。これ3つあるってことか。で、さっきなんかシルバーブレードとかいうの。これか？あー、強くなった。ここは？あ、登るのかな？バイだっけ？バイだ。こういうことか？登れた。また敵が出んのかな？ご丁寧に。はいはいはい。あ、この子一個もないから、しょうがねえので、こいつか。はい、はい。痛い。こんなゲーがよくわかんないから、普通に攻撃しよう。はい、はい。痛い痛い痛い。これやだな、厄介だな、全体攻撃。この子は、はい、はい。だ。はい、はい。痛い。あ、なるほど、そっか、それでもよかったね。この火のやつやってもよかったけど、まあ、いっか。はい、はい。おお、強い。あんだけ集めたら強いのか、やっぱり。はい。かばうっていうのはよくあるけどさ、避けて別のやつに攻撃を当てさせるっていうのも、なかなか見ないね。あんまりすることないからこれやっとくか。
はい。あんまり聞かないよね。コンボ、曲？はい、はい、はい。あ、そっか、回復するっていう効果もあったね、あの、秘宝にね。だからか。これもじゃない？あ、回復しときゃよかった。はい。はい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 、あーダメか。え、抵抗ってどういうこと？抵抗って何？いや、やっぱりこれはこうかね。こいつの攻撃だけでも止めたいもんね。はいはい、あ、で、また来た。ほい。じゃあこれもらっといて、攻撃するか。はい、はい。三つついた。ん？あ、道ができた。なんか滝の流れが止まった。回復はしとくか。この子回復ぐらいしかすることないからな。赤い水晶を見つけた。あ、これで三つ目が見つかったから、戻ると。あれ？下行けるね、ここ。なんか泳げんのかな？泳げるー。泳げるー。どこ行けんだろう？この下とか？行けそう。なんかあんのかな？隠し宝箱的なのがあんのかな？チークと滝に落ちちゃうかな？あ、落ちれないようになってる。ここは？行けない。いけないね。え、特に何もないでいいのかな？見逃してる？いっか。はい。で、まだこの三つ目のがついてないから、例えばここを赤にすると、紫になるもんね。うん。なるほど。面白いね。はい。この子に話聞いてみようか。もう一個あんのかな。あ、一つしかないから、あのやつだね。同じやつだね。ですね。うん、やっぱ秘宝をオンにして私はちょうどいいぐらいかも、難易度が。よし。よかった。もう進めないかと思った。はい。じゃあ次、紫のとこ行ってみまーす。暗い。あー。ん？ん？渡れる。暗いね。あー、登れんのか、これが。できそう。え？あ、そう、え？どういうこと？どういうこと？全然わかんない。あ、なるほど。ここから下に行けるのか。敵出た。あー、道が通れるようになった。ん？魚がいるよ。魚釣りができそうなのにできないね。あ、泳げる。泳げた。え、なになに？
こいつだけ光ってない？この魚だけ。イェーイイェーイイェーイ。追いかけます。いないのか。ね、こいつ光ってるね。もういいか。え？ねえ、そこの人、こっちよ、井戸の中。誰？池に落とした時計を魚に、あー、さっきのキラキラしてるやつだ。魚に食べられちゃったの、あなた代わりに釣ってきてくれない？光ってるはずよ。はい。そう、これ難しかったんだよな。私できるかな、近くまで来てくれればなんとか、ちょっとまた思い出すのに時間かかるかもだけど。これ釣りするよってこと？あ、釣りするよってことだ。なんだっけ、竿を巻く、あ、なんかでも素直に来てくれるな。釣れた、やった。もらうもらう。一応ちょっと釣りのやり方をね、思い出すまでは。あ、ダメなのか。行ってきた。釣れた。はい。来てくれ。来た。やったー、金時計を捕まえた。よし。ちょっと釣ってっか。せっかくだから。なんかさっきのとこよりは簡単な気がすんな。真ん中に集まってきてくれてるし、割と引っ張っても糸が赤くならない気がする。はい。あ、こいつ強い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 。よし。やったー、これで全部釣ったんじゃないか。やったー、やめる。時計は見つかった？買ったぜ。ああ、それだわ。本当にありがとう。お礼にこれどうぞ。お礼に、ダンジョンの攻略を、できるようになった。ねえ、ほらほら。三つ色つける前にさ、ちょっと二つのやつで、どうやって戻るんだ？こっちか。青赤やったから、降りれないのか。青や赤やったから、緑赤やってみようかな。で、最後に赤青緑ね。あ、違う、間違えた。こっちこっち。あ、赤だけってのもあんのか。赤だけってのもある。ちょっとそれから見る。え、どれやったか忘れそう。うす。赤だけにまず行ってみます。で、赤と緑行って、で、赤を見るね。よし。お、Y で北風のブレスレットを使い、風を放てる。試しにブロックを押してみよう。うん、うん、うん。ここに押すとなんか青が消えるとかいうことかな？そうだね。で、今度緑を。
消したいってことか。で？どっちでもどっちでもいいのかな？白があるもんね。あれ？もしかしてこういうこと？あ、違うのか。白を、こうやって通るのかな？どっちでもいいのかな？ちょっとやってみよう。あ、でもそっか、これが、あ、そっかそっか、そうなるのか。なる。なる、へそ。今度緑がでも消えるもんね。そしたら、じゃあやっぱりこっちを通さなきゃいけないのでは。そう、あーでも行っちゃった、向こうに。あー、緑を一回表示さすのか、出て。これちょっと外してさ、緑。緑を入れて外す。あ、こっちか。そしたらさ、ここで引っかかるってことだね。なるほど、なるほど。今どうなった？白が消えた。緑も消すってことか？全部消えた。で、右と左に矢印があるんだけど、どっちでもいいのかな？右から行ってみるか。これは押せないもんね。右に行ってみます。うん、それで？ここに置くのかな？ブロックを。置いてみよっか。だよね。あ、なくて、どうすればいいんだろう。あ、登れる？登れない、登れない。あ、これで置ける？こうしてさ、これをこうすれば。いったいった。ん？あ、やったやった。すごい時間かかった。はいはいはい、やったー。メイジナイトの防具を手に入れた。メイジナイトの防具。あー、強くなる。この子が一番いいよね、多分。こっちの子にしよう。よし。やっとできた。時間かかった。時間がかかってしまいました。で、ここに緑をはめます。ここに。そして、あなたなら、あ、ちょっと、一回。ここはそうだね。何も減ってないから、セーブだけして。はい。黄色。はい。はい、じゃあこれで、ブーメランを、こいつにいっぱい当ててやる。はい。はい。はい。あー、ダメだ。当たらない。はい、はい。ぶん投げとくか。
くわかんないんだよな、こいつが何をしたいのかが。ぶん投げることで。これ打って、あ、いいじゃん。あ、なるほど、そういうことがあるのか。いいねー。あ、なるほどねー。やっとわかった。じゃあ攻撃して。はい、はい。攻撃して。はい、はい。やっとわかった、君の使い方が。ぶん投げて、集めて、なのかな？あ？うん。うん。その順番でいけってことかな？あ、そっか。なるほど、ちょっと待って。あー、なるほど、なるほど。わかった、わかった。はいはいはい、あ、いや、また4体いる、やだー。頑張ってムーメラ当てて。別に当てなくてもいい時にさ、いっぱい当たるんだよな。緊張に弱い。はい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 、あー、まあまあまあいいか、まあまあいいか。スキルでぶん投げて、こいつをちょっと集めると。でも今全然 MP がないからダメだね。もう泡落としやめてほしい。えい。あ、これも丸が効くんだ。あー、コンボね。いや、でもちょっと攻撃して MP 貯めたい。うん、こいつだな。はい、はい。よし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 、いいよ。どうか？はい。あー、ダメだ。強い。はい。あー、どうしよう。コンボしとくか。待ってね、これを、はめて、コンボ。こいつ。はい、はい。ではいくかも。一体しかいないのにぶん投げてもしょうがないもんね。はい、はい。うん。回復させたいから。はい、はい。スキル。いつもごめんガールが間に合わなくて。あ、で、これも同じなんだけど、回答を見て。うん？うん。両側にあるね。両側にあるから、両側を見なきゃいけないのか。難しくない？1,2,3、上に2個行って、端っこまでは行かないってことか。上に2個行って端っこまでは行かない。私覚えられないのよね、こういうの。上に2個行って、端っこまでは行かず、上に行く。よし。なんだこれは。投げ落としの巻物を手に入れた。何でしょうか？何の投げ落としの巻物って。おう。これ何だろう？あ、なるほど。今拾ったやつね。よし。
だからバーコーがある。グリーンリーフってなんだろう。グリーンリーフってあれかな、こういうこと違うか、これな、あ、最大 HP20。 じゃあ主人公にやっぱりつけとこっか。さらに HP が上がりました。あ、戻らせてくれるのね。ありがてー。で、今赤緑いったから、あとは3色だけだと思うんだよな。よし。これを3色つけてから。白になったね。光の三原色で白になった。回復 C の。ルールは使ってないから大丈夫。休む。はい。ほい。セーブ。行くよ。ん？ん？もしもし、誰かいますか？気をつけてガール、何が待ってるかわからないよ。ラスボス的なやつだよね、この空間。こっちに何かあるぜ。何これ？荷物、誰かの。なんかペロペロキャンディーみたいなのない？これはなんだ？この中に例のコインがあったりして、ペロペロキャンディーだよね、あの左のやつ。ラスボス？やばいのが来るぞ、構えろ。ラスボス？体験版ラスボス？やばー、どうしよう。ちょっと待ってね。あ、でもセーブしてきたから大丈夫。あんまり使わない方がいいかな。ちゃんと弱点分かってからの方がいいかな。はい、はい。抵抗。魔原色の音量って書いてあるね。はい、はい。抵抗。はい、痛い。ブーストはまだいっか。はい。はい、はい。やっぱ抵抗っていうのが出てくるね。じゃあちょっとスキル使ってみます。これは、こっちをやってみた方がいいか。はい。一回じゃん。私が下手だからか。じゃあ、ちょっとこれをもらって、これやってみようか。長押ししてます。弱点だ、これだ。なるほど。はいはい。全然ダメだ。変身したら弱点変わる系。まあこの子だってぶん投げても意味ないから攻撃しかすることないね。はいはい。あ、弱点。じゃあこれ攻撃弱点じゃない？はいはい。弱点。また変わった。痛い。今あれだもんね。じゃあこれ。はいはい。あ、弱点。物理攻撃が弱点ってことかな。もうちょっとやっといて、多分物理攻撃が一番強いの、この真ん中の子なんだよね。武器変えたから。はい。はい、はい。あ、コンボある。じゃ、コンボ。
コンボ行っとこうか。下の方とかまだ全然見たことないね。もういいか。はい。はい、はい、はい。弱点。ゼロ。はい、イェイ、ちょっと待って。そうね、おやつ。おやつでもまだ、そんなまだいらないかな。はい。はい、はい。はい。はい、はい。あ、来た。で、これをムーメラン。じゃ、三日月にして、三日月でいっか。はい。はい、はい。あ、そっかそっか。じゃあ、スキル。これを一回打っといて、攻撃して、あ、でももう間に合わないね、無理だね。うん、まあしょうがないな。はいはい、攻撃が来る。何が来る？ちょ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 、なんだそれは。痛い。今誰？あ、この子か。え、次にまた撃ってくるってことか。ちょっとじゃあ攻撃して、はいはい、はい、痛い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 。この子攻撃したいんだよな。じゃあちょっと攻撃して、で、あのガールにね、回復ちょっとさせてもらおう。はいはいはい。あ、一回しか行かなかったよ。スキルでおやつ投げで、この子そんなに回復しないんだよな。でも、うん、まあまあか。俺さ、だってさ、無理なことないねえ。無理なことあるよね。まあ、しょうがないから攻撃しとっか。はい、はい。うん、これいかないしな。攻撃。はい、はい。はい、はい。コンボマックス。あ、また来たー。ちょっとおやつタイムかな。おやつタイムだな、これ。また変身した。そっか、でもこれがあったら止めれんのか。でも1でしょ？無理じゃない？コンボ。あ、いけるじゃん。これいこう。こんなの技もあるんだ。あ、いいねいいねいいね。どうせ来るから。はい。え、あ、どうしよう。間違えた、間違えた。違う違う違う。え、なんかいない、誰か。ぶん投げ、ぶん投げ。ぶん投げてもあんま無理だよな。爆弾？あ、じゃあぶん投げてみる？この爆弾を。あら？いや？おや？じゃあムーメラン。はい。はい。あ、ダメだ。ダメだー。はい。あー。
かな。次だってガールでしょ、どうせ。はい。そうだよね。で、行かないもんね。あ、もうダメだね。はい。爆発して、痛い。はい。ヒールで、これが確か効いたんじゃなかったっけ？違ったっけ？忘れてます。やった！イエーイ！倒せた。よかった。これ絶対秘宝オンにしてなかったら無理でしたね。あ、なるほど。デモ版はここで終了です。プレイしてくれてありがとう。本編のほんの一部ではありますが、楽しんでいただけたなら幸いです。製品版のリリースまで、今しばらくお待ちくださいませ。デモ版は何度でもプレイできます。何でもブリックスクの街には、特別な秘宝を売っている店が隠されているとか、興味のある方は探してみましょう。ほい。というわけで、タイトル画面じゃあ戻りますか。うん、私最初の、一番最初のとこのね、行かないでスルーして宝箱の方に目がくらんで、行かなかった部屋とか、あと、一番最初のそれこそ、ところで、道がもう一本あったのに行ってないとこがあって、そこがすごい気になってるんですよね。で、あと、秘宝を売る店も、まあちょっと気になるので、うん、個人的にはもう一回やってみるかもしれないです。はい、というわけで、一応ね、デモ版がここで終わりということで、うん、すごい楽しそう。私は多分、秘宝を基本的にオンにしたままじゃないと、ゲームとして遊べないぐらいかな。まあ、下手くそすぎるんで、でも、すごい楽しそうなゲームでしたね。うん、なかなか面白かったと思います。製品版もね、機会があったらやってみたいかなと思います。はい。それでは、また、次のゲームでお会いいたしましょう。